二の腕は細くならんし、姿勢も直らん、背中の肉も取れにくいし、なかなか腹も引っ込まん。実は股関節に原因があるかもしれません。今回股関節をしっかり動かすことで、リンパの流れが良くなり、老廃物が流れやすくなり、姿勢が良くなり、体幹に力が入りやすくなって、お腹がへこみ、痩せる体が作れます。座って一緒に股関節を広げていきましょう。まずは股関節のチェックをしていきましょう。かかとを手前に引き寄せて、どのくらい足の角度がいきますでしょうか。45度よりも少し下まで行くとバッチリです。45度より上になっちゃうよ、手が前に出しにくいよっていう方は、股関節が硬く、老廃物が溜まって、下半身痩せしにくくなって姿勢が悪くなります。一緒に伸ばしていきましょう。まずはかかとを少し前に出して、膝を動かしましょう。楽にね、股関節とももお尻力を抜いて広げていきましょう。手を後ろについてもいいです。まずはね、股関節周りの緊張を和らげましょう。膝筋肉の硬い、関節の硬い人は、そこの筋肉がね、緊張しやすく敏感になってますんで、まずはリラックスさせることが大切です。はい、OK。 初めのチェックから一番最後にもう一度チェックしますんで、ビフォーアフター撮っていきましょう。今の足の位置で、今度は片足を横に伸ばしましょう。その足を振ります。あと手後ろについてもいいです。まずは片足ずつね、股関節を開いたり閉じたり動かしていきましょう。楽な上半身の位置で行ってください。反対足がね、辛い人はね、ちょっと足上げてもいいです。まずは片足ずついきましょう。股関節がね、変われば骨盤の位置も変わってきますので、お腹のへこんだ姿勢が作れます。はい、反対も同じようにいきましょう。スタート。しっかりね、足を振ると股関節がね、動いてる感じが悪く見えます。基本的にはまんべんなく運動をしてなければ、股関節はだいたい内側を向いてます。内側を向くとお尻が後ろに突き出ますので、そうなると骨盤が前傾して足の疲れが取れない、お腹が出た姿勢、まっすぐな姿勢が作れないんで、上体反った形になるんでね、股関節をしっかり開くことがね、大事です。はい、今度は両足開いて同じように振りましょう。振り方はね、もうバラバラでもいいです。一緒に振ってもいいです。とにかく力を抜きましょう。上半身は楽なところでいいです。結構ね、こういう緊張を緩むことをせずにストレッチに入ると逆に硬くなりますんでね、痛いと思ったら力が入ってもう伸びないんで、まずは力をね、抜いていきましょう。はい、片足開いたままで反対足は内側に倒しましょう。このまま止まっておきます。いきましょう。これはね、体が後ろに行くよりはちょっと前に行った方がいいです。そしてちょっとね、内もも下につけてる方に体をちょっと倒して、股関節の感じをね、じんわりじんわり伸ばしていきましょう。痛いと思うと力が入っちゃうんで、痛いかなの手前でね、和らげるようにしましょう。
つまで伸ばしていきましょう。よし、反対も一緒です。足を倒したら内ももを下につける。これどっちかやっぱりね、片方硬くて片方やおいっていうのが普通ですので、両方ともね同じように痛くて同じように柔らかいってあんまりないんで、腰は痛いなと思ったらね少し柔らげていいです。体を動かしてね、痛いかなで柔らげる。痛くないようにね、まずは行きましょう。どんどんバージョンアップしますんで、まずはゆっくり行きましょう。片足伸ばして片足曲げます。できるだけ足が低くなる位置の足の位置で合わせてください。これで少し前屈です。前かがみになったら気を上げる。たまにつま先を上げてみてください。痛いかなと思ったら手前で戻します。だんだんね体の緊張が緩んできて、股関節周りね伸びてきてますんで、反対も一緒です。ぐーっと伸ばしたら戻す。足を一番初めのチェックの時に硬かったよっていう人も、股関節だけではなくてお尻とかももも関係してますので、しっかりねいろんな角度から今回はペタッとつくように組み合わせたメニューになりますんで、必ず最後までね頑張って最終チェック、ビフォーアフター出していきましょう。I get so caught up in the middle, thinking of drowning. はい、今度はしっかりかかとを引き寄せて体を倒しましょう。交互に少しずつね足を開いていく感じで、両方の外ももがね床につくようにだんだん開いていきましょう。開く、倒すときに開きます。体を揺らしているというよりは足を下に押さえながら体がついていくイメージ。倒して体がいくっていうイメージです。はい、足を少し前に出しましょう。手も前に出しましょう。これで止まっておきます。これちょっと体をねたまーに揺らしてみて、足も動かしてみて、違う方向から伸ばしてみましょう。少しで終わります。頑張ってください。はい、ラスト、かかとをしっかり引き寄せて手で足を押さえて胸を張ってキープ。体を少しね前後に動かしながら、たまに手で押さえる、戻す。ピタッとねつく人はねもうしっかりついてもいいです。
いよ、筋肉が反発するよっていう人はね、押したら戻すっていうイメージで力を少しずつね抜きましょう。これがペタッとつくとね、ほとんどの場合が姿勢が良くなります。リンパの流れも良くなります。 OK、 それではチェックをしましょう。かかとをしっかり引き寄せてどのくらいいきますでしょうか。初めよりも下まで行ったよっていう人はグッドボタンとコメントで教えてください。タートル初の書籍が発売開始されてます。たくさんの方に手に取っていただき Amazon1 位を取ることができました。もしまだ手に取ってない方は Amazon または書店にありますので、よかったら手に取ってみてください。